これがハロンタワーのクリスマスイベント、めっちゃ盛り上がってる。飾りもやっべー。ねえ、向こうに馬娘の雪だるまがいるわよ。写真撮ってもらいましょう。あ、やはりいつもの喧嘩じゃないのか。いつものではないのかも。クリスマスまでにはどうにかせねばな。今度の点灯式は二人が主役なのだから。ハロンタワー、お前たちも知っているな。商業施設であり、町のシンボルとしても人気のスポットだ。そこでは例年クリスマスイベントが行われており、盛り上げ役として公式アンバサダーが立てられている。今年はその公式アンバサダーにウォッカ、ダイワスカーレット、お前たち二人が選ばれた。私たちが公式アンバサダー？イルミネートザハート。公式アンバサダー、なんかかっけー。アンバサダー、アンバサダーウォッカ。バカ、まだ話の途中でしょうが、静かに聞きなさい。今回お前たちには様々な仕事をしてもらうが、最も重要なのはクリスマス当日の点灯式だ。夜、タワーは限定デザインでライトアップされる。二人のサンタに見立てた2本の光がタワーを螺旋状に駆け上がっていき、頂上までたどり着くと空にクリスマスの光が放射される。サンタから光のプレゼントというわけだ。今回こちらのデザインを企画された方と話をしたのだが、お前たちの熱烈なファンでな。唯一無二のライバルとして息の合ったパフォーマンスでイベントを盛り上げてほしいとおっしゃっていた。唯一無二のライバル？同い年、同じクラス、さらには同室のお前たちだが、その気質は全く異なっているため喧嘩は絶えない。だがひとたび走れば互いを唯一無二のライバルと認め、高め合い競い合う。お前たち二人が並んだ時の爆発力には目を見張るものがある。私も期待しているぞ。お言葉はありがたいんですけど、こいつと唯一無二のライバルなんて。まあ確かに、こいつの相手が務まるのは私くらいだしね。そうっすよ、俺とスカーレットは別にそんな感じじゃないっす。とか言ってこいつについていけんのは俺しかいねえだろうな。先方は二人セットで指名してきている。嫌ならば一緒に降りてもらうしかないが。そんなやりてえっすよ、アンバサダー。私だってせっかく選んでもらったんだから。であれば納得できなくても飲み込むんだな。どうする、やるか。しょうがねえよな、本当は嫌だけど。私だって嫌よ。でも決まりのようだな。お前たちのサポートは我々生徒会が引き受ける。早速説明をするが、その前に着替えてこい。かわいい。まだサンプル段階だが、直す部分もなさそうだな。二人ともよく似合っている。先ほど話したように先方がお前たちを大層気に入っておられてな、先行してデザインを起こしてくださっていたのだ。へえ、めっちゃありがたいっすね。つかスカーレット、お前それさ。何よ。別に。では他のメンバーも呼んでイベント概要の説明を続けよう。ハロンタワーのクリスマス装飾はもう始まっている。我々は最終日、クリスマス当日のみの参加だ。夜の点灯式までいくつか来場者を楽しませる企画がある。それらに参加し盛り上げるのもアンバサダーの仕事だ。
他に。なあ、会長ってさ、あんな髪短かったっけ？ほんとバカね。あの人はローレルさんでしょ？でもよ、一切説明なしに生徒会ですって感じで3人出てきたじゃん。会長がイメチェンした可能性も。私がイメチェンしたの。生徒会長の桜ローレルです。生徒会長の桜ローレルです。嘘嘘、とっても冗談。ペアグルーヴちゃん怖い顔で見てるからもう言わない。本当はね、今回サポートするのが生徒会2人だけって聞いたからお手伝いに立候補したの。私お休みがちであまり学園行事に関われない時期があったから、楽しそうなことはどんどんしていきたくって。なるほど、そうだったんすね。ってことは結局会長はいないのか。なんだ、私たちだけでは不安か？いえ、ウォッカはとても言葉選びが下手なんです。今のは本当にただ事実を確認しただけで。へえ、さすが唯一無二のライバル。本当に仲がいいんだね。仲良くありません。マネすんな。おお、これが藤木関ちゃんの言ってた名人芸か。喧嘩の息もぴったり。説明はもう十分なようだな。ローレル、ブライアン、お前たちに話がある。点灯式に向けアンバサダーの二人は準備で忙しくなる。点灯前には楽曲披露の場もあるから集中できる環境を作りたい。そこで代わりにサジを引き受けるサポートをつけることにした。スカーレットは私、ウォッカはブライアンが担当する。はあ？なぜだ？ウォッカはお前に懐いている。お前が近くで支えてやればモチベーションを高く維持できるだろう。同じ理由でスカーレットには私がつく。あの子は普段から私の立ち振る舞いをよく見てくれているからな。わかった。それでしまいか？やりたくないとか嫌だとか走ってる方がマシだとか、いつものはどうした？言ってほしいのか？言わんでいい。しかしお前がこうも協力的だと正直気味が悪いな。追いかけ回して引きずってきたのはあんただろう。絶対成功させなければならないとか言ってしつこく。確かにそうだが、いつもは言っても聞かんだろう。何か理由でもあるのか？別に。あれ以上迫られる面倒と仕事の面倒を比べただけだ。それに今は前より時間もある。まあいい、続けるが、ローレルには全体のサポートを頼む。細かな雑用が増えてしまうかもしれないが問題ないか？もちろん、そのつもりで立候補したから。今回はいない会長さんの代わりに頑張るよ。別のお仕事をしてるんでしょ？ああ、同じ時期に別件で大きく動いている施策があってな。そちらに集中していただくことにした。本来であれば主導者が私であっても会長への報告は欠かさない。だが本件は完全に我々に任せていただくよう強く願い出たのだ。いろいろあったが、なんとか承諾をいただいてな。言ってしまえば、この仕事で一番の難関は乗り越えたわけだ。へえ、会長さんって責任感がとっても強いっていうか、心配性っていうか、全部知っておきたいんだね。そういう方なんだよ。だからこそ、このイベントは必ず成功させる。会長に我々の完璧な仕事ぶりを見てもらわねば。おお、メラメラだ。やっぱり会長さんのためにも頑張りたいもんね。会長のためか。なんだその顔は。別に。仕事の話はもういいのか？ああ、
点灯式の概要も伝えたし、仕事の配分も話した。現状懸念点も、いや、ウォッカとスカーレットの喧嘩はあるな。ただ問題というほどでもない。あれが二人のいつも通りだからな。土壇場では合わせるだろう。そうだね、あの二人はライバルだもの。唯一無二の。そうだねえブライアンちゃん、私と来年やろうよ。唯一無二のライバル。意味がわかる。おい、もう解散でいいんだろ。帰る。ありゃ、私振られちゃった。ブライアンちゃんと仲良くなるチャンスだと思ったんだけど。なるほど、お前の本当の狙いはそれか。けど意味がわからんって言われちゃった。伝えたいことがあるんだけどな。まったく、クリスマスもあんたと一緒だなんてうんざりよ。もうこっちのセリフだっつーの。アンバサダーかっこよく決めるんだから足引っ張んなよ。はいはい、こっちのセリフよ。明日からパフォーマンスの練習も始まるんだから早く寝なさいよね。なんてついガミガミ言っちゃうけど、やるときは決めるやつだって分かってる。だからムカつくときもあるけど、やっぱ頼りになんだよな。こいつとならイベントも成功するんでしょうね。点灯式でライトアップ前にパフォーマンスを行う話をしたな。お前たちにはガールズレジェンド U を踊ってもらう。おお、いいっすね。先生に二人で踊る用の歌割りと振り付けを考えていただいた。私とブライアンがまずは手本を披露する。見ていてくれ。おお、エアグルーヴ先輩素敵。あ、どうだ、そう難しくないだろう。お前たちならすぐ覚えられる。それでは練習を始めよう。スカーレットちゃんはステージだ、見物だぞ。え、あ、ちょっとあんた前出すぎ、もうちょい下がりなさいよ。ここは多少オーバーの方がかっけえだろ。お前ももっと出てこい。あー、もういつもこうなるんだから。すごい、あからさまに喧嘩してるのに振り付けが綺麗にはまってる。気味が悪いくらいだな。そういうな、奴らはああして競うことでお互いの呼吸を合わせてるんだ。すごいな、唯一無二ってこういうことか。二人とも素晴らしいコンビネーションだった。これなら点灯式も問題ないだろう。さすが、指名を受けただけのことはあるな。ありがとうございます。だから言ったろ、オーバーな方がいいって。もう調子に乗らないの。喧嘩も問題なさそうだな。あの二人は大丈夫であれば、当日の詳細を先方と打ち合わせして。あんた、運営側との打ち合わせ全部一人でやってるな。あいつらに振り付けを教える練習も夜遅くまでしていた。それがなんだ。いや、次に打ち合わせがあったら私も呼べ。なんだあいつ。素晴らしいコンビネーションと。それでライトアップのことなんですけど、観客が全体を見やすいようにモニターもあったらいいなと思って。ああ、その件ならすでに要望は出している。当日は専用のカメラクルーも手配して、その前提で。お、
イベントの話か？なら俺も。ああ、スカーレットちゃん、やっぱり素敵。ヘアグルーヴ先輩との並び、麗しすぎ。うんうん、2人とも高根の花だし、副会長と優等生さん、完璧な組み合わせだよね。はあ？あいつとエアグルーヴ先輩は全然違うだろう。みんな本性を知らねえからんなこと言えんだ。まあ似合ってはいるかもしんねえけどよ。ここにいたのか。そろそろ打ち合わせだろ。あ、すんません、ちょっと考え事してて。サポートはするが、おもりまでする気はない。5分でその辛気臭い顔元に戻せ。あ、すんません。ウォッカ、まさかブライアンさんに迷惑かけようとしてるんじゃ。行かないと。ねえ、前から思ってたんだけど、あの二人が並んでるのかっこいいよね。ちょっとこうアウトローな感じ。ねえ、ブライアン先輩と一緒のウォッカちゃん、憂いもあって。あの二人ベストコンビだったりするのかも。はあ、あいつに憂いなんかないわよ。絶対何も考えてないだけ。確かにいい感じには見えるけど。あ、やっべえ、耳カバー1個なくしたかも。はあ、まさか衣装のじゃないでしょうね。あそのまさかだぜ。昨日脱いだ時ベッドに投げて、どうしたっけな。もう本当にガサツ。あの時私言ったわよ、大事なものなんだからちゃんとしまいなさいって。いや、言ってたよな。スカーレット、頼む、探すの手伝ってくれ。これのどこがかっこいいんだか、ダッサいじゃない。おい、今なんつった？しょうがないから探してあげるって言ったの。ついでに二度となくさないように鈴でもつけてあげましょうか。いい、やっぱお前の手なんか借りねえ。ったく、他のやつらに今のお前見せてやりてえぜ。何それ、どういう意味よ。結局お前は外面だけなんだよ。優等生つったって実際はギャーギャーうるさいだけ。最低、信じらんない。なんでそんなにデリカシーないわけ。ああ、こんなのと唯一無二とか絶対言われたくない。あ、そのセリフそっくりそのまま返すぜ。何かあるといつもいつもコンビ扱いされてよ。俺だってお前を特別に思ったことなんか一回もねえよ。何よ何よ何よ、あんたの唯一無二は、お前の唯一無二は俺じゃないのかよ。でお前たち何かあったのか。いえ。別に。ダメだ、かたくなに何も言わん。クリスマスまでもうすぐだというのに。喧嘩はあいつらのいつも通りなんだろう。なら放っておけばいい。でもなんとなく二人とも暗い感じがするね。息抜きが必要なのかも。だったらね、この後みんなでハロンタワーに行ってみない？では私とブライアンは先方に挨拶をしてくる。ローレル、少し任せるぞ。いいか。うん、行ってらっしゃい。さて、賑やかだね。点灯式はもっとたくさんの人が見に来てくれるんだろうな。はい、そうですね。絶対失敗する姿なんか見せられません。
けど。あら、もしかして不安なの？大丈夫だよ。だって二人が揃えば無敵じゃない。息もぴったりだし。息なんか合ってねえっすよ。俺たち真逆だし。だからこそぴったりなんじゃないの？ほら、デコボコって感じ、組み合わせると綺麗に噛み合うじゃない？二人はそれと同じ。例えば楽曲パフォーマンスの時、二人とも自分がって積極的に出てくるから、一見ちぐはぐになるはずなんだけど、ここではあっちが出てくるって分かってるからぶつかったりしないの。二人で並んで、でも競うように決めてた。お互いのことをよく見ていて、何も言わなくても理解してる。それってデコボコしてるから、唯一無二の組み合わせだからできることだよね。それでは失礼いたします。さて、ローレルならうまくやっているだろうが。ところで、お前は本当にどうした？打ち合わせに同行しようなどとらしくない。あんたが張り切りすぎている。はあ？おい、言葉足らずにも程があるぞ。どういう意味だ？絶対に成功させるべきだと息巻いていたな。それはルドルフのためか？あいつに褒められでもしたいのか？何を言うかと思えば、たわけたことを。褒められたいだと？むしろ息を飲んでいただかねば。覚えているか？生徒会が今の形になって初めて行ったクリスマスイベントのこと。ファンや関係者への顔見せも兼ねたそのイベントは、会長の綿密な計画により大成功に終わった。その帰り道、会長はハロンタワーを見上げてこうおっしゃった。あの塔のような皆の目指すべき象徴を我々の手で作ろう。皆が幸福に暮らせる世界を想像する。会長の視座は高い。私はその志への共感も込めて、美しい光ですねと答えた。そして会長は、確かに美しい。だが象徴は常に灯っていることこそ重要だ。会長はそうおっしゃって微笑まれた。記憶にないな。しかし、なぜそれが息を飲ませることにつながる？悔しいだろう。塔に一番近いものは、それがどれほど高くどれほど輝いているか知らない。機能している理解はあってもだけれど、その光はそのものも心惹かれるものでなければならない。であれば、我々が会長の思い描いたビジョン以上の成果を上げ、思わず息を飲むような象徴を作り上げるまでだ。あの会長でさえ、一馬娘として希望を抱く光をな。なるほど、そうだったな。あんたは女帝だった。今更か？分かったら二度と私を舐めるなよ。まったく、どいつもこいつも人をか弱い花のように扱って。エアグルーヴにもウォッカにもスカーレットにも張り合う相手がいる。だが私は。朝よりはマシになったようだな、ローレル。一体どんな魔法を使ったんだ？魔法ってほどのことはしてないよ。感じたことを伝えただけ。そうか。まあ、もう放っておいて構わんだろう。学園へ戻って最後の詰めをするぞ。クリスマスはもうすぐだ。分かってる。なんか言わなきゃなんねえってことくらい。けど、何を
どう伝えりゃいいんだよ。任された仕事は完璧に全うしなくちゃ。私じゃない、仕事のためよ。サクッと謝ればいいだけなのに、あいつの言葉が本心だったら、そんなことが怖いなんて。メリークリスマス、やってきましたクリスマス。今夜はハロンタワーの特別ライトアップがあります。今年の公式アンバサダーはこのお二人、ダイワスカーレットさん、ウォッカさんです。ダイワスカーレットです。ハロンタワーのライトアップができるなんてすごく光栄です。ウォッカっす、めっちゃ光らせるんで楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。今回お二人が起用された理由をご説明いただいてもよろしいでしょうか。唯一無二のライバルってことで、イベントを息ぴったりに盛り上げていくためっす。ありがとうございます。ライトアップのデザインもお二人のようなサンタが空を駆ける様をイメージしています。二つの光がタワーを競い合うように駆け上がっていき、頂上にたどり着いたところでタワー全体がライトアップ。思い出に残るクリスマスになること間違いなし。楽しみですね、スカーレットさん。はい、点灯式まで私たちも盛り上げていきます。今日は最高のクリスマスにしましょう。公式アンバサダーの起用理由を話すのはスカーレットだったな。ウォッカがフォローできたということは、調子が戻ってきたか。言わなくちゃ、フォローしてくれてありがとうって言わなくちゃいけないのに。あ、ズボンのサンタさん、私たちハロンタワーの展望台に行きたいんですけど、どうやって行けばいいですか。ねえ、寒い、もういいから早く中入ろ。それか、今すぐギュッとして。もうしょうがないな、ほらギュそれでサンタさん、展望台は。1階からエレベーターで行けますよ。でも私のおすすめは外階段です。ああ、そういえばハロンタワーの階段って有名だよね。螺旋階段が2つあるんでしょ。はい、どちらから登っても綺麗な景色が見えますよ。ただ早めに行った方がいいですね。どうして。今夜はライトアップのために封鎖するんす。外階段って人感センサーでライトがつく仕組みになってるんですけど、そのセンサーをプログラムで制御して下から上に向かって光を灯していくみたいっす。やば、それ絶対綺麗だね。じゃあ今から階段登って夜は下で見守ろっかな。案内ありがとうございます。ねえ、あの二人可愛くない。息もぴったりで私たちみたいだね。それでは間もなく点灯式です。スタンバイお願いします。ね、あのさ、二人とも今いいか。なんだその反応は。早く来い、トラブル発生だ。ライトアップができない。具体的には外階段の人感センサーを制御するプログラムに問題が発生しまして、点灯式までに修正できる見込みがなく。ってことは光が階段に沿って駆け上がっていくのはなしで、普通にライトアップされるだけ。ちょっと寂しいっすね、それ。本当に申し訳ございません。私もとても残念です。タワーを駆け上がる馬娘サンタとお二人の共演を見せられないなんて。駆け上がる。あの、プログラムはダメでもライトをつける人感センサー自体は動くんですよね。あ、そっか、なら俺たちでサンタになる。お前たちが代わりにライトアップするということか。言っておくが、想像よりはるかに難しいぞ。外階段を駆け上がり、ライトのつく人感センサーを反応させる。
これでライトが頂上へ登っていく形に見せることは可能だ。しかし階段は2つに分かれているため、お互いの姿は見えない。つまり目でタイミングを合わせて駆け上がることはできない。要するにお前たちは機械で制御するように完璧に呼吸を合わせ、しかも一定のスピードで駆け抜けねばならないのだ。確実にできると言い切れるか？できます。こう二人が言っているのですが、我々を信じて任せていただくことは可能でしょうか？それはもちろん。お二人がおっしゃるならご負担もおかけしますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。聞いたな、点灯式まで時間がない。お前たちはウォーミングアップをしろ。というわけで二人は式には参加できない。代わりに我々が今すぐ間を持たせる必要がある。考えているのは、二人が披露する予定だったガールズレジェンド U を私とブライアンが。待って、それ私がやってもいいかな？私がステージでパフォーマンスするよ。うん、させて。それでも問題ないが、一人でいいのか？エアグルーヴちゃんもブライアンちゃんも何かあった時のために待機しておいた方がいいでしょ？大丈夫、私ね、今日はすごいパフォーマンスができると思うの。大切な思いを込めて歌うよ。どうかな？集まった観客を満足させられるというのなら私は構わん。ブライアン、お前はどうだ？好きにすればいい。うん、好きにする。だからブライアンちゃん、見ててね。私を見ていて。じゃあ行ってきます。いよいよこの後点灯式が始まります。その前に今回はサプライズで一曲披露していただきます。あいつ何を考えている？息を飲ませたいんだろ。最近のお前は私から見ても牙が抜けたようだからな。怪我の影響があるのはわかるが、それでもローレルはお前に。いや、この先はすぐわかるはずだ。目を離すなよ。ぶつけられる覚悟に向き合うのも目指すべき象徴になった者の責任だ。みんなへ向けて全力で思いを届ける。そしてその中にいるあなたにも、諦めなければならなかったものがたくさんあった。芽吹くことなく枯れていった私の、みんなの、たくさんの希望。それでもどうしても諦められない、譲れない思いがある。あなたにはここにいてもらわなきゃ。絶対的な光のような君と勝ちたい。私を見て、ブライアンちゃん。あなたが最後に見るとすれば、それは私の光でなくちゃ。桜ローレルさん、ありがとうございました。気迫のこもった素晴らしい歌声でした。ローレルの思いは届いたようだな。それより問題はこの後だ。ウォッカとスカーレットが階段を駆け上がる。はあ、私自分のペースで走るからいいわよね。はっ、そうしろ。俺も俺らしく走る。今までずっとそうだったんだから。ウォッカさん、スカーレットさん、スタンバイお願いします。じゃ、てっぺんで。ローレル、お疲れ。いいパフォーマンスだったぞ。ありがとう。それでウォッカちゃんたちは？
もう始まる。地上から展望台まで続く外階段を駆け上がり、ライトアップを再現する。ブライアン、お前なら可能か？走るスピードを他人に合わせる。しかもそいつの姿は見えない。そんな訓練はしていない。だがあの二人にはできるとあんたらは考えているんだろう？だってウォッカちゃんとスカーレットちゃんだもの。というわけで今回のライトアップなのですが、なんと実際にアンバサダーのお二人に点灯いただきます。皆さんどうぞハロンタワーにご注目お願いします。カウントダウン始めます。10 9 8 7 6 5 4。遠くで走ってるはずなのにあいつの息が聞こえる。それはきっと芝の上を。覚えてるから。俺たちは全然噛み合わねえ。でも唯一ぴったりハマる時がある。それはターフの上。あいつのペース管理は完璧だ。多分最初の勢いを保ってる。おのきっときっちりついてきてるわね。あいつコーナーで膨らんでるはずだから、私も少し大きめに。やべ、膨らみすぎたか。いや問題ない、あいつなら分かってる。このまま。確かに俺たちもデコボコだ。だからこそ本気でぶつかり合って、その度にガチッと噛み合ってきた。それがうざくて腹立たしくて絶対負けたくなかった。言葉でいくら否定したってされたって、私たちはライバルなんだ。すごい、二人とも息ぴったり。全然お互いが見えないはずなのに。そうか、あいつらは今レースをしているんだな。さあ間もなく二人のサンタが頂上へとたどり着こうとしています。ご覧ください、サンタが見事頂上へたどり着き、ハロンタワー全体がライトアップされました。頂上からは光が放射され、まるでプレゼントかのように私たちへ降り注ぎます。ウマ娘サンタさん、ありがとう。唯一無二の初の光、最高です。スカーレット、ウォッカ、二人ともまずはご苦労だった。公式アンバサダーの仕事を立派に務めたな。先方もとても感謝してくださっていたよ。私とブライアン、それにローレルは後片付けを手伝ってくる。お前たちはここで夜景でも眺めて休んでいろ。え、私たちも手伝いますよ。大きな貢献をしてくれたお前たちを働かせるほど私は非道に見えるか。私からも礼を言うよ。イベントを大いに盛り上げてくれて感謝する。たまにはゆっくり語り合え。語り合うって何をだよな。ごめん。は？ごめんって言ったの。ダサいってあんたのことバカにしたこと八つ当たりしたの。私ね、本当はいいよ、らしくね。意地張ってる方がお前っぽい。でも俺もひでえこと言ったしよ。多分お前と同じ感じだったんだ。だから俺もごめん。これでおしまいにしようぜな。いやよ、ちゃんと言う。またこんなことになっても分かるように。私
あんたのこと本当に気に食わない。はあ？おい、何を。でもムカつくからこそ負けたくないって思える。あんたがいるからもっと強くなれるの。私にとってあんたは勝ちたいって思わせてくれる。悔しいけど目指す相手だわ。あんたはどうなのよ。私のことどう思ってるわけ。バッカじゃねえの。言うかよ。言いなさいよ。言って。同じだよ。唯一無二のライバルって思ってる。あとこれだけ言わせろ。その衣装すげえ似合ってっかな。あんたもかっこいいんじゃない。つーかよ、クリスマスっぽいもん食ってなくね。サラダかなんか買ってこうかな。あんたってこういう時肉とかフライドポテトとか言わないわよね。見た目と違って。はあ？あ、わかった。お前が食いたいんだろ。けどキャラじゃないから言いづれとか。はあ？違うわよ。あんたってなんでそう、あの衣装着てないと素直になれないわけ。バカ、二人に記憶喪失になる約束しただろ。おい、俺を言うならお前。すっかり元の鞘に収まったな。まあ放っておいてもああなるとは思っていたが。あいつはどうした。ローレルか。もう少しツリーを見ていくらしい。そうだ、私も。取りたいのか。ああ、会長に成果を報告せねば。大成功だったと伝わるようにな。だったら貸せ。あんたも一緒の方があいつも嬉しいんじゃないのか。はあ、なぜ私まで。会長がキョトンとされるだろう。大体どんな顔をして写れと言うんだ。化粧も直していないし。分かった、もういい。向こうに撮影ブースがあったな。行くぞ。待て、ちょっとこれはやりすぎたかもしれない。私は別に浮かれた姿をお見せしたいわけでは。うるさい、撮るぞ。あ、あいつもこれで少しは焦るだろう。あんた抜きでもこっちはうまくやれる。それ添えとけ。いや、そこまで勇気はないわ。まあお前も積極的に手伝ったことが分かれば会長は喜ばれるか。待て、よく考えたらなぜお前が肩を組む側なんだ。バランスが悪い。私が上だろう。戻ってやり直すぞ。ローレルはまだタワーの近くだったな。あ、逃げる気か。用事だ。あと私は別にあんたを舐めてない。口うるさいところが姉貴と似てて。それだけだ。まったく思春期かお前は。綺麗ね、ブライアンちゃん。風邪ひくぞ。体弱いんだろ。もう大丈夫だよ。それより見て、ハロンタワー。きっと今もたくさんの人がこの光を見上げてる。誰よりも高いところで目指す光になってくれる。きっと象徴ってこういうことなんだろうね。回りくどいな。何が言いたい。何がしたい。あなたに火を灯したかったの。私は確かに体が弱かった。
からみんなより、同期のあなたより、だいぶ遅れてしまった。あなたの活躍を歯を食いしばって見てたんだよ。その後に火が弱まっていく姿も。でもようやく戦う準備が整った。だからあなたに誓う時を待っていたの。ウォッカちゃんとスカーレットちゃんみたいに、いつもそばにいてあなたを奮い立たせることはできなかったけれど、まだできることがある。桜が咲いて散っていくように、もし全てに終わりが来るのだとすれば、あなたの光を塗り替えるのは私がいい。そしてあなたよりきらめいて先の未来に進んでみせる。とどめを刺しに来たってわけか。うん。でもね、今のナリタ・ブライアンをじゃないよ。私がとどめを刺したいのは、ギラギラとしたどう猛なあなたで、どうだったかな、燃えてくれた。知りたければレースへ出てこい。私は走るだけだ、この呼吸が止まるまで。うん、待っていて。クリスマスの雑踏の中であなたの背中が見えなくなる。今までもずっとそうだった。私はただ眺めていたけれど、今日あなたと目が合った。私を見つめたその瞳に、かすかな火が揺らぐのを確かに見た。行き交う人々はそれぞれの特別な誰かを寒さからかばうように寄り添って歩いていく。歩幅を揃えてゆっくりと。私はあなたの、そういう相手にはなれない、ならない。寒さの中でいてつくのなら、せめて私が花向けを。そしてクリスマスが終われば、花が芽吹く時はもうすぐそこだ。